筆に吸い取るような状態にしていってみましょう。平筆のちょっと中ぐらいから大きいやつの方がいいです。で、このぐらいのこれですね。の下の方から上の方に向かって、布で上の方だけちょっと拭き取ってるようにしてみましょう。で、下の方も垂れそうであればちょっと取ってください。剥がれて塗った後にですね、どこ手を入れたらいい？1層目、2層目であんまり塗り直しをしないということと、まあ、それは残さないということはある程度同じ意味